来たか。どうやらうまく逃げ切ったようだな。奴がここにいるってことは、やはりあれは、あれがあなたの仕業なら、どうせここに来ると踏んでましたけど、聞かせてくれませんか。僕たちを助けた了見を。あんな危険を犯さなくても奴らの情報を盗み聞くことはできたはずですよね。わざわざこんなところまでおしゃべりに来たのかな。ええ、FBI に手を引けと言いに来たんですよ。キュラソーは我々公安がもらい受けるとね。嫌だと言ったら、力ずくで奪うまで。引け、赤井秀一。やるべき相手を見誤るなと。ああ、奴ら組織を借り尽くしてやるさ。貴様を制圧した後でな。こんなことをしている間にキュラソーの記憶が戻り、奴らが仕掛けてきたらどうする。はっきり言ったらどうなんだ。情報を盗まれた日本の警察なんて信用できないと。うっ、行きましょうよ。